こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、またストーリー続きやっていきたいと思います。で、また動画撮れてませんでして、クリアしたんですけど、回想の方見ていきたいなと思います。いや、せっかくあの旧ザク倒したんですけど、あの撮れてませんでしたっていうところで、このメンバーでやっていきたいと思います。ほぼほぼ変えてません。はい。で、マーガレット、サリエル、イムルっていう形でやっていきたいと思います。旧ザク、こうね、もう倒したんだけどちょっと動画撮れてなかったんで、もう一回倒しに行きます。あんまね、何回もやりたくないんで、一回倒したらもうそれっきりにしたいんですけど、まあ、やっていきますと。で、立ち回りはほぼほぼ変えてません。まあバフつけてカウンター入れてって感じですね。まあこれがね、もう安定すると思われます。このサリエルのカウンターがね、やっぱ強い。で、気をつけてほしいのが、ここはあの点火入るんですけど、点火入れられた状態でダメージを食らうと、大ダメージを食らうという感じになってます。 50% ぐらい、確か、あ、 50% だよね、確か 50% の追加ダメージ入るんで、そこがね結構きついかなと思うんですが、まあなんとか耐えてクリアしていくという感じです。はい。やるな。ゼルドリス様に剣を教えたのは私だ。だが調子には乗るな。無傷だと。借り物の器ではそれが限界か。ユドシエル。で、次第496話まで来ましたんで、まあこれやっていきたいと思います。チャンドラー戦ですね。チャンドラーね、どうしようかなと思ってるんですけど、まあここはマーリン必須ですよと。はいはいはい。ああ、はあはあはあ。必殺現象の、あ、必殺たまるたびに必殺2ターン封じられる。女神族はダメージが増加する。はいはいはい。 HP 吸収増加、なるほど。デバフはもちろん効かないよと。スキル2回使用っていうところですね。で、メンバーはどうしようかな。まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。マーリン、フェスバン、アーサー、ウラニ、デスピ、デスピアスか。デスピアルス？ん？デスピサロ？違う。デスピサロは違う。デスピアス。一回わかんなくなる。やっていきます。で、ここどうすっかな。まあ、とりあえずですね、バフをつけていきますか。HP 増加にシールド貼って、で、アーサー挑発入れる。まあ、このアーサーの挑発は必殺ゲージ削ってくれるんで、って感じですね。これでね、シールド割られずに、だったらいいんだけど、ああ、割られちゃうね。はいはい。って感じですね。で、まあ、ここはまあ一応、挑発入れて、まあ、適当に削っ、まあ、全然削れないけど、削っときにして、HP 増加。で、バンのね、
必殺ゲージ貯めて攻撃力上げてきた。エクスターミネイトレイ。HP 増加しまくって。でもここはどうしようかな。バンでいくか。心配すんな。バンで HP 増加させるのをここでいっちゃえと、まあ、10万、まあ、10万、まあ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 そんな入んないなそんな入ってはいないんですけど、まあ耐えている感じっすね。はいはいはい、周りも耐えている。でここは必殺あんま打たれたくない気がするんで、必殺ゲージ削りに行きます。削りに行きのアーサーの攻撃入ってくる。でバンの必殺が打てるんで、まあ打っちゃいますかここはね。でマーリンがちょっとヤバミヤバミちゃんですね。ただ耐えていく。んでここはバンの必殺打ちのかな。バンの必殺打っていきの HP 増加しまして攻撃入れますと。これいけたっしょ。必殺チャンドラーぶっ込んでくる。耐えていく。いやー強い。朝あー大丈夫、ギリ耐えていく。朝の気合の耐えが来ましたね。でここで必殺ねじ込んで終わりかな。ねじ込んでジジイと20万入っていくジジイっていう感じで、あ、チャンドラー戦もクリアと。いいね、順調順調。496はクリア。エクスターミネイトレイ。エクスターミネイトレイ。マーリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというのか。エスカノール、隙を見計らって神器の元へ走れ。あ、え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。さすがマーリンさんのインフィニティの前には最上位魔人も刀なしですね。で、では今のうちにリッターを。あWow.
こいつは絶対的に回したくないな。種さえ分かればおしゃぶりのやめアブソリュートキャン、うん、またか。どこから攻撃を仕掛けて、うん、このルベ。今この空間内には貴様らの呪文詠唱と攻撃動作に自律的に反応攻撃する雷と風の魔力が無数に踊り漂っているのだ。それらは我が無限の魔力によって生み出され続ける。何なんだこの無茶苦茶な魔法は。自分でもわからん。二種の属性攻撃魔法に透明化、感知負荷、自動追尾とインフィニティを即席で掛け合わせたのでな。反則だろ。最上位魔人が人間ごときに屈辱を。あってはならんことだ。何がおかしい？エゾラン。マリンさん。ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ？貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に精神強化を施した私に取り付くことができるとでも？まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれよ。長きに及んだ聖戦に終止符を打ったのだ。我々は勝ったんだ。
ち飲めば100年長生き、全部飲めば永遠の命って。泉を守ってるの。あなたのような族から見た、あなたたち人間に別れとは言わないわ。あなたは何が目的で命の泉を求めるの。バンが奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったらよかったの。私すごく嬉しかった。住人になっちまうところだったぜ。ここに来て何十年、いや何百年経ちやがった。団長、どこだ、答えろ。で、チャプター23、これで、全部だね。クリアですね。第500話もクリアして、で、次回が501話というところで、チャプター23攻略という感じで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。